もうね、寝れる状態、いつでも寝れる状態。そう、多分みんながお仕事してたかそれくらいの時に、きっとハルピョンドーンバイバイになってるなと思ってたと思うんですけど、まあ実は風呂に入ったので、もう今日は、まあ、11時過ぎくらい、11時、まあ、半前くらいには終わって歯磨いたりとかいろいろしながらドボンして、もうお風呂じゃないや、お布団の中でドボンし終わって寝るみたいな。そういう、もう、はい、そういう人生設計をしているので、そう、ボーナスタイムはきっかりやる。いや本当はね、いやそりゃね、12時過ぎてからお風呂に入りなさいよって。いやいや眠いよ眠いよ。そうそう、だからなるべく寝たいっていう気持ちが強いので、すいませんねすいませんね。みんなも休み休み頑張りましょうね。すみちゃんかもさん、対戦ありがとうございます。うん、ちょっと浩平さん、赤じゃないピンクだるまありがとうございます。 A ダッシュさん、恐竜ありがとうございます。何喋ろうかな。なんか、いやもうね、今日お昼も配信してて、実はそうお昼もちょろっと喋ったから、ここでは皆さんから寄せられた質問をお答えしていこうと思います。勝手に。何か質問ある方おられますでしょうか。明日のご予定は、明日はレッスンがあるので、まあ私が起きた時間によってなんですけど、まあ起きてご飯を食べた時間によってなんですけど、まあお昼のゴールデンボー、違う、なんだっけ、普通にボーナスタイムの時に、まあ、配信をするかどうか、お昼何時に食べるかどうかによってちょっとそれが決まってくるって感じですかね。はい、お昼はお、パンダさん卵ありがとうございます。昨日のチームエイトのコンサートの感想は
いかがでしたか？いかがでしたでしょうか、皆さん。ぜひお聞かせお願いいたします。ゴールデンベッドタイムめっちゃ育成できそう。残念ながらゴールデンベッドタイムはハート1個分しか育成とかいろいろされないので、そう、悲しいことに。ガチ恋さん、対戦ありがとうございます。乗りやすい曲が多くて良きでした。あ、それは嬉しい。赤髪が見つけやすくて助かりました。ありがとう。意外と本当に全然色が抜けない。いろんなメイクさんとかに言われます、全然色抜けないねって。そう、嬉しい。まあね、あれですからね、一応見つけやすかったのは本当にさよならモーリーさんのあの T シャツのおかげって感じ。あの T シャツが黒だったから、そう、赤がいい感じに映えて見つけやすかったんじゃないかなと思います。パンダさん、ハートありがとうございます。抜けると何色になる？うん、ブリーチしたことないから分かんない。うん、そう、ブリーチしたことないから分かんない。8の出番、そうですね、8の出番は4曲、8だけっていうのは4曲あったんですけど、あの、まあ成功到底はね、あの、何が選抜みたいなのがないからあんまり分かんないけれども、でもなんて言うんだろう、他の8度スダンスとか、あと夢へのルートとか、47の素敵な街へでは、そのなんだろう、まあいわゆる歌割りのあるポジションというか、16人のところで、私自身の歌、あの、私自身はその3つの曲で選抜とかに、8の曲で選抜とかに入ったことないのであれなんですけど、そうやって選んで、そこに選んでいただけたので、まあ歌割りがあったので割と見つけられたんじゃないかなと思う次第でございます。イエイ。パンダさん、待って、髪の毛食べてます。マジカナバナナちゃん、対戦ありがとう。髪の毛食べてた。あとはなんだっけ、忘れた。押しかぶりしてると、あ、初押しの方、押し編、え、どういうこと。体調は大丈夫、元気、どういうこと、元気。元気です。ファンレベルみたいなのできたのか、なんだそら、ん、難しい難しい。桜のお友達さん、水色恐竜ありがとうございます。筋肉痛はまあそうそうって感じですかね。そうそう、今日は引きこもってドボン三昧でしたか。いや、まあ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 、ちょっとお休みしてた時間とかも、お休みってこういうお休みじゃないんですよ、お風呂に入ったりだとか、まあいろいろ他のことをしたりとかっていうので、お休みしてた時間もありましたが、基本的にはドボンしてました。あ、アップデート、へえ、そういうの
なんかやめてほしいですよね、ファンの方に。なんかなんか順番をつけるみたいなの、やだそういうの良くないと思う。なんかそれでねえ良くないと思います。まあいいんですけど、別に私はアップデートしてないのでカーさん対戦ありがとうございます。ボーナスタイムになった。まるまるさんが来ましたとかも出てないですよ。出ないです。だってランキングアップデートしてないから。ランキングじゃなかった、ショールームショールームアップデートしてないから。マックミックさん、パンダさん、ハートありがとうございます。メール書かねば。何の写真のっけようかな。昨日ね、でもたくさん写真を撮ったので、そう。シャワリュウさん、ハートありがとうございます。ありがとう。サク太郎さん、なんだっけこれ、イースター卵ありがとうございます。ドボンされた。いや、あれ、そうだ、あれ書いとこう、テロップ毎日セナタンと対戦してるドボンのコツってありますか？え、いや、特にないです。はい、ランキングなんて言うんだろう、このイベントとかで頑張るコツっていうのは、まあメンバーならではかもしれないけど、本当にファンの方もね、1ヶ月は長いよって思うかもしれないけど、それ以上にメンバーは長いなって感じているので本当に適度に休憩を取るっていうのが
まあそんな休憩って言ってもね、もうじゃあ1週間に2日休憩取りますとかじゃなくて、そのなんだろう、ちょっと疲れたからじゃあ10分休憩とかっていうのは大事だと思うよ、メンバーに関してはファンの方は分かんない時間合わせとかしないの。今回のイベントの、あの詳細を見ていただくと分かると思うんですけど、マッチングボーナスっていうのがつかないので、私自身は本当にガン回しするしかないと思ってるんですよそうなので、だからこそこの音合わせっていうのをやっていたりとか、なるべくね皆さんにも一緒に対戦してもらえるようにって思ってるので、なんか多分ちょっと聞こえづらいのかな、ごめんね、それは私が悪いんだけど、いや本当に最後の方とかにちょっと、まあ結構そのニートの差が開いてるなっていう感じであればちょっと余裕を持ってできるとは思うんだけど、まだ始まって、イベント始まって4日5日なのでそんな余裕はない正直マジで。おとといなるちゃんと対戦した、いやもう直近何人ともメンバー対戦してるからあんまり覚えてないな。すごい当たる、下がったり上がったりしてます。実際1日何時間ぐらいドボンってやって、本当に日によって全然です。とにかくなんか気持ちが疲れちゃう時とかもあるのでそう、日によって様々だし、起きる時間によっても様々だし、まあ6時にはちょっと橋本起きれないので多い時どれくらいだったって聞かれると、まあ言えない、もう言えないけど、まあ1月の末を知ってる人ならわかると思うもう大きな声では言えないんですけどナスカールさん、マリオネットさん、対戦ありがとうございます、ありがとう。パンダさん、ハートありがとうございます。ドボンのカードを出すときはカードを引くボタンを押して出す、カードを押して座り、私は押してます受験勉強と比べて1日どっちが時間を費やしてる、マジでドボンってテレビ見ながらとかでもできるじゃないですか、だからそれも合わせたら、なんかドボンだけに専念してる時間っていうのはマジで本当に少ない正直本当に少ないんですけど、でもそれと比べたらもちろん受験勉強の方がやってたけど、ただそのドボンしながらまあ、他のことをする、動画を見るとかっていうのも、それも一つのドボンプレイタイムですって言われたらもう本当に多分絶対ドボンやってるの方が長い、そうそう、よくないんですけどねよくないんですけど、やばい、そう言ってたらこんな時間だった、ちょっと待ってね、メールだけサクッと完成させます。お、ひななさん、森のパンダさん、対戦ありがとうございます、ありがとう。でももちろんそのなんて言うんだろう、歩きながらとかはやってないですよ、それは危険なのでさすがにそれは控えてますけど
これはさすがにやりたいけど危険なので、そうそう、うん、でも何か待ってる時とかはしてます、別に全然。それはそれはいいでしょそれはいいでしょ、歩いてないから止まってるからあれ配信してますって755したっけ、あ、忘れてる。電車乗ってる時もやってますか？やってますよ。山猫坊主さんありがとうございます、イースターのやつイースターのやつありがとう、卵でした。こちらは変なとこに気管気管やられた、かぼちゃプリンさん大佐ありがとうございました。なんだっけ、電車乗ってる時もやってるし、新幹線乗ってる時も、トラック野郎さん、卵イースターの卵ボックスありがとうございます。なんだっけ、電車乗ってる時も新幹線乗ってる時もやってます。でも車乗りながらやるとあのいつも酔いますそう、この間も車っていうか、なんかバス、移動のバスとかに乗りながらやると酔いますね押した瞬間に気管に入ることってあるじゃないですか、それです。急に昨日もらってきた水昨日もらってきた水でなんとか対応。セイピョンさん大勢ありがとうございます。私の今の称号はゆいさんの十傑はい、しばらくは変えるつもりはありません。あ、抹茶ハート1個で押しちゃったよ、ミスったよ。しばらくはこのこれでずっとやるかな、まだわかんないけど、はい、これ絶対バーストします。さよさよなら、あなたのせいですからね。あなたがさっきドロー3 2枚投げてきて、その後にドロー2 2枚投げてきて、
プンプン、ハルピョンプンプン、ありがとう。ありがとう。サムライメックの夜メニューが期間限定と聞いて食べに行ったら6からでした。6からでした。でしたか。サムライマックの夜メニュー何？気になる。調べよう。ケニーさん、イースター卵ありがとう。イースターにしようか。いえ、これ美味しいですよね。わかります、わかります。炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ、あ、これのトリプルが出るってことですか。すごい。でもそんなには食べれない。でも美味しいのわかる。めっちゃ好きです私これ。これすごく好き。キョン、もうさあ、てりたまじゃなくて何あれって終わったのかな。てりたま、まだやってる。あ、よかった、まだやってる。いつかまた食べよう。チーズてりたま、うまそう。食べたい、チーズてりたま。東京にいるとき自炊はしない。基本姉のご飯を食べるか、まあコンビニコンビニが多いですね基本的には。はい、うん、コンビニが多いかな。私がご飯を食べたいときにいないので、そう、コンビニです。か、なんかその材料だけあるものをみたいな、カップ麺とかです。冷凍チャーハンは中学高校とかの時にお世話になりましたね。とっても冷凍チャーハン、冷凍チキンライス、そういう系はとってもお世話になりました。はい、冷凍ドリア、そうですね、うん、すごくお世話になりました。セイピョンさん、大変ありがとうございます。うん、髪色がとても好きです。嬉しい。待って、こっから下の髪色も知ってるかな。
こっから下の髪色も知ってて言ってくれているのか、それともこの上だけの髪色だけを見て言ってくれてるのか、どっちなんだろう、わからないな。こっから下の髪色も知ってくれてるのかな、どうなんだろうな。その下の髪色、え、これですか、これですかとか言って、本当に嬉しい、ありがとう、大好き、気が合います、私たち、うん、私もこの髪色めっちゃお気に入り、似合っ、なんかなんて言うんだろう、似合ってるって自分で言うのもあれですけど、ちょっと口滑らしたけど、自分でもなんかお気に入りだなって思ってます。コンサート見つけやすかった、よかった、やるならそれくらいやった方が気持ちいい、確かにね、なんか中途半端に、私昔から中途半端に染めてばっかりだったのです、ちょっと本当に今回はだいぶ思い切ったなっていうのは自分でも気持ちとしてはあるんですけど、でもまあファンの方からはとっても好評で、まあすごく嬉しいです、私は、私を好きでいてくれる人がこう、この髪色いいよって思ってくれてるのは、うん、どんどん赤い部分増えないです、なくなっちゃいます。赤のグラデーション、お、一緒ですね、赤色。ノールックドボンやばくない。たーちゃんさん、大佐ありがとうございます。どんな思いでこの色に、まあ人生で一回は自分の髪の毛をブリーチしてるっていうのをやってみたくって、で昔横結いとか、リッセンとかがこういうのをしているのを見てすごい可愛いなって思ってたんですよ。でも私はまあ高校生だったりとかしてたし、なんかそういうのはできないなっていうのを思ってたんですけど、結構伸ばしてきて、これまでずっともう3年ぐらい、3、4年本当に髪をしっかりと切るっていうことをやってなくて、なんか毛先だけっていうのは何度かやってきたんですけど、しっかりともうがっつり切るっていうことを本当にここ 3,4 年やってなくって、なのでなんかでもまあもうそろそろちょっと長すぎてなんか切りたいなっていうのは思ってたんですよ。そう、なんか新しい自分もみんなに見てもらいたいなっていうのもあったし、だからなんか切りたいなとは思ってたんですけど、でもなかなかその機会がなくって、でも切るんだったら、どうせ切るんだったらなんか切ってなくなる髪なんだからもうどれだけ痛めつけてもいいやと思ってそう、もうだいぶ毛先はすごく傷んでしまっているんですけど、私縮毛矯正もやってるので、そうだからだいぶ傷んでるんですけど、もうどうせ切ってなくなるなら痛めつけちゃえと思って毛先だけブリーチをしていただきました。はい、そうですね、宿毛しててブリーチ、あ、多分ね、あの前頭じゃないからできるんだと思います。前頭は多分やばいよって言われました、私も美容師の方に。前頭はやばいけど、でもまあ毛先ぐらいならいけると思いますって言われたのでやりました。はい、いちごプリンぴょんさん、大佐ありがとうございます。そうそう、まあでも多分本当はね青とかも入れたかったなと思うんですけど、でもまあこれを切る日はもう決まっているし、きっとこれを切る日にはもう切るまで多分赤なんか残り続ける赤みたいな色じゃないですか、だから
まだまだこのままだと思います。あ、佐穂さん何回目？初めてではないと思うけど、ハピネスどんくらい持ってるかな、称号。ねえ、初っ端からスキップですか。あら、そうですか。スキップされました。ヒユカを死にドボンされた悲しい。でも結構この赤髪はだいぶもう遊んだなって自分では思ってるんですけど、あと何やってない。でも多分この赤髪でステージに出るのは4月6日の大千秋楽が多分最後なので、そうですねまあ計、まあそうですね、迷ってるんですけど、計、あの髪型は。でも、まあ、チーム K として初めてステージに立った時にした髪型をしようかなと思っています。今日だけ春直しさん、うん、私の目は間違っていない。大さんありがとうございます。でもなんかせっかくこの髪色ならいろんな、え、でもおろしとかやってないよね。あ、おろしにしようかな、やっぱ。ね、おろしとかやってない意外と。どうしよう、おろしか、その一番最初にチーム K としてステージに立った時にやった髪型か、どっちがいいと思いますか。まあ、言うならばトゥインなんですけど、でも昨日トゥインやったんですよね。どうしよう。でもあれでおろすよ絶対。お話し会ではおろしですねきっと。って考えたらトゥインにする。迷うな。そうなんだよね、昨日ツインやったしな。ま、4月6日は4月6日の周りの髪型も見て決めたいと思いますけれども、って感じですかね。ゆうさん対戦ありがとうございます。でも6日が終われば一時帰宅、また9日に来るんですけどねそうなのよ、まあ、6日が終われば一時帰宅なので。うん、そんながっつり出るわけじゃない、なんだろう、
でも大仙集落に出るって感じかな。そうそうそう、そんな全員集合みたいな感じですかね。まあ、他のチームがそんな感じなのできっとそんな感じだと。え、ちょっと待って、嘘、お姉ちゃん、一旦止めますか、配信。ちょっとランキングだけ読んで止めますね。そうですね、お姉さま、お姉さま、お姉さま、私はどうしたろう。ただお姉さまが今お家にはいないので、ちょっと一旦止めます。ドボンはやな、揺れてる、まだ揺れてる、え、気持ち悪い。ちょっとマイシスターに連絡します。すいません、怖い怖い、やばい、無理無理無理。ランキングだけ読みます、とりあえずランキングだけ読みます、怖いんで。いきます。1位、パンダさん、ありがとうございます。2位トラック野郎さん、ありがとうございます。3位 A ダッシュアットピアンドさん、ありがとうございます。4位ノンタンさん、ありがとうございます。5位、山猫坊主さん、ありがとうございます。え、待って、無理。6位、北里光平さん、ありがとうございます。7位マックミックさん、ありがとうございます。8位桜のお友達さん、ありがとうございます。9位ともゆきさん、ありがとうございます。10位ジャガポテトさん、ありがとうございます。11位山内さん、ありがとうございます。12位みつおさん、ありがとうございます。13位朝日さん、ありがとうございます。そして本日のラッキー888位は、TS さんです、ありがとうございます。ということで皆さん、本日はちょっとごめん、急に終わって、でも多分ドボンはやり続けると思います。一旦姉に連絡します。それではみんなも気をつけて、最後にキャッチフレーズだけして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで、5666人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春菜でした。みんなありがとう。ちょっと怖いんで電話をしたいと思います。それではさようなら、ありがとう。みんなも気をつけて、またね、おやすみ。